ップ&ダイスのチップ役浮津あかりです。皆さんこんにちは。チップ&ダイスのダイス役高柳智代です。この番組はボードゲーム情報サイトチップ&ダイスの中でご紹介したボードゲームや実際にチップ&ダイスのサイトで購入できるボードゲームを紹介する番組です。はい、我々で実際に遊びながら紹介していきます。おい、前回は、アネクトパンチという、拳をイエーイゲームで遊びました。はい、ねえ、楽しかった。あれもあれは私はすごくいい気持ちになる。そうだね。しかもなんかあのジャッジする人によってもなんかやることをちょっとね考えて変わったりとか。確かに確かに。いろんな人とやりたいね。ね、楽しかった。はい、ということで今回もゲストの方と一緒に遊んでいきたいと思います。はい。早速ですがゲストの皆さんをご紹介したいと思います。はい。お一人目は声優の秦沙和子さん。そして前回から引き続きライブレボルト志崎クリス役の青木真央さんです。どうぞ。どうぞ。お願いします。はい、声優の秦沙和子です。よろしくお願いします。お願いします。はい、青木真央です。よろしくお願いします。お願いします。ということで秦さん、はい、今回からということで、はい、そうなんです。ドキドキしております。普段ボドゲはやられるんですか？もうやってもトランプとか、うん、そういうのしかやったことがないので。あ、そうなんですね。なんかボードゲームってあんまり馴染みがないなって感じたんで、すごく楽しみです。うん、はい、楽しみです。青木さんはボドゲは結構？あ、私も普段はそんなになんかテレビゲームとかのが多いですけど、子供の頃はなんか人生ゲームとか。あ、懐かしい。カードゲームくらいだったら何人か家族とかで割と遊んだことあります。はい、では今回はこの4人で遊んでいきたいと思います。はい、それでは告知などがありましたら。あ、じゃあ私あの自分でツイッターをやっておりますので、そっちでいろんな告知をさせていただいているので、ぜひフォローしてください。お願いします。お願いします。はい、私の方ですね、ライブレボルトの志崎クリス役をやらせていただいているんですけども、そちらのライブレボルトの方が12月から初のツアーが、おーすごい、1年半で、東京、大阪、名古屋でやらせてもらいますので、よろしかったら皆さん来てください。ツイッターの方をチェックしてください。よろしくお願いします。お願いします。画面に出てると思いますので、皆さんぜひぜひチェックしてください。お願いします。ということで、それでは早速ボードゲームを始めていきましょう。皆さんよろしくお願いします。お願いします。それでは準備が整いました。本日遊んでいくゲームはこちらです。日本卓上開発株式会社さん制作のフラッシュワードです。はい、こちらのゲームとてもルールがシンプルで、はい、お子さんなど家族で楽しんでもらえるような、ゲームになってるとのことなので、はい、まあね、ルール説明簡単なのありがたいなって。ということで、まあ、シンプルなんですが、はい、まず簡単にルールの方説明していきたいと思います。はい、こちら、手番のプレイヤーは一番上のカードを山札からこうめくっていただきます。はい、そうすると必ずここひらがなが1文字出てきます。そしてこのひらがなに対してこのめくった次のカードの裏にある数字、これが対応する脳の2文字の単語を発する。はいはいはい、発する発する発する。次だったらへから始まる4文字の単語を発する。発する。難しいというゲームです。簡単に言うと、はい、このひらがなは本当にありとあらゆるひらがなが入ってまして、で数字に関しては最小が2、最大が7になってます。7文字までいくと結構難しいです。で、一応回答に制限時間がありまして、はい、3カウントの間に回答していただきます。そしてその3カウントは回答している方の隣、左隣に座っている方が3、2、1とカウントしてもらいます。はい、ちょっと優しめにカウントしていきましょう。はい。で、カウントを時間内に答えられなかった場合、ここの手札に溜まっているカードを引き取ってもらいます。これが最終的に引き取った枚数が一番少ない方が優勝です。なのでなるべく答えて、なるべくこれが溜めないようにしていきましょう。はい。で、言ったワードがなんじゃそりゃってなっても一人でも理解者がいればセーフです。あなんだ、小さい文字チョコレートみたいなのも理解者がいればセーフです。
周りに優しくいきましょう。味方がいっぱいいれば。味方がいっぱいいればって感じです。ということで、時計回りにやっていって、はい、一応最後の1枚になったら終了ということなんですが、うん、この辺、まあ、時間を見つつという感じで今回もやっていきたいと思います。はい、持ってる数が同じ場合、2人以上1位が発生しても、2人とも1位という平和な世界だそうです。というわけで、やっていきたいと思います。はい。シャッフルしましょう。お、出た。任せてください。今回は普通の、普通のトランプです。お上手なんですか？得意なんです。いけてるんじゃない今日。お、今日うまい。え、どういうことで？え、普段何が起こってるの？あー、もうそういうことだけだった。同じらしちゃった。プローンってなっちゃった。ゆっくりならね、ゆっくりならできるようになった。混ざった、間違いない。確かに確かに。間違いなく。うん、完璧に混ざったと思います。では、トップバッター、じゃあ、じゃんけんで決めましょうか。はい。じゃあ、行きましょう。最初はグー、じゃんけんぽい。練習でも。練習でも。じゃあ、最初はグー、じゃんけんぽい。おー、じゃあ、あかりから時計回りでやっていきましょう。はい。ということで、ゲームスタートでーす。カウントお願いします。はい。いきます。はい。ぬー、塗り絵。おー、やばい。こんなの、こんなのでもなかった。緊張する。いきますよ。えい。おー、土地
よし。いきます。く、さん、に、まだがすかる。おお、すごい。お、すごい。え、さん、に、え、おしろい箱。おしろい箱。おお。いけたいけたいけた。おー、そろそろ引き取りたくない数になるね。結構増えてきた。ライオン。おー、お、お、3、2、1、剣。おー、危ない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 。え、3、あー、1文字足りない。あ、え、1、無理だ。何の無理、何の無理、私いやこんなに使っちゃった。いきますよ。6、3、2、官僚、違う、関係者、関係者。おー、あー、いけたいけた。すごい、すごい、いけるかな。あ、3、左右。おー、結構大きい。3、2、たけのこ。おー、すり。あー、2個強すぎた。早かった。3、黄色。おー、もも。おー、次や。3、に、寄せ。渋い。寄せってね。え、練習。練習。おお、すごい。やだな、増えてきた。3、ミミズ。おお、すごい緊張感。3、本。おお、3、シシトウ。おお、せせり。あー、おいしそう、おいしそう、食べ物が。3、2、くん、くんちょう、違った。あー、全然いけない。くんちょう、すごい。あれ、ない。私でも5文字以上当たってないんですよ。あ、引きが弱い。持ってる、持ってる。お、はい。お、3、2、1。そう。言ってるから。やっぱ5文字以上来るときつい。きつい、焦っちゃう。よし。いきます。3、は、はしご。おー。し、え、うん、ちょうちん。ちょうちん。おー、おー、強い。はい。3、2、根性。根性。おー、すごい。もう増やしたくない。あ、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 ラスト。あら。3、動かし、に、おー、おー、すごい。すごい。すごい。ここまでです。これで。ということで、終了です。皆さん、枚数を数えましょう。はい、1、2、3、4、5、6、7、8、9、10、11、12、13、14、15。ということで、じゃあそれぞれ枚数を発表しましょうか。はい。高柳12枚です。と11枚。畑15枚。青木1枚です。強い。ということで、優勝は青木さんです。すごい、強かった。いやいやいや、もうやっぱ7とか、もう1回引いちゃうとしんどい。運が良かったですね。いや、それも、運も大事。ゲームでは大事ですね。いや、すごい。面白い。面白かった。シンプルで、どんどんやれる。思いもよらない言葉が出てくる。なんでこんなワードしか出てこない。恥ずかしい。食べ物ばっかり。確かに食欲が。いや、面
白いですね。これ確かに家族とかでも、うん、こうパッと始められるからいいですね。子供、ね、とかでも全然できそう。よかった。いかがでした、お二人。めっちゃ楽しかったですね。なんか移動中とかでも楽しかった。あ、楽しかった。めっちゃ小さい声とかで喋れるし、めちゃめちゃ見たいなと思いました。確かにこうルールが簡単っていうのはすごい大事だなって思って、私もなんかプライベートでやりたいなって思いました。ということで、今回はこちら、フラッシュワードで遊びました。うん、ということで、ゲストのお二人ありがとうございました。ここで皆様からいただいたメールを紹介していきたいと思います。はい、こちら超機動ラジオマンさんからいただきました。ありがとうございます。こんにちは。こんにちは。僕はさくらんぼと桃があれば他に何もいらないくらいなのですが、お二人は一番好きなフルーツは何ですかとのことです。すごい質問が自由本当に、ね、しかもすごいなんか女子力高い感じ。そうだ、ね、僕はって言ってるけど男性かな。フルーツか。だって食べられないもんね。そうなんだよね、アレルギーだから食べれないもん ね。あれは酵素アレルギーみたいなことなのかな。生もの全般ダメだもんね。なんか口口腔アレルギーみたいな調べたら。あ、そうなんだ。例えば食べれたら食べてみたかったなみたいなのは。でも昔は食べてたんだよね。あ、そうなんだ。ブドウとか好きだった。あ、ブドウとか、あとなんだろう、梨。梨、うん、あ、いいね、美味しい、うん、好きだった。うん、私すごいみかん系食べちゃう。あー、みかんもいい。みかん系はもう家にあるとどんどん食べちゃう。なんか缶詰ならまだ一回煮詰めてあるから食べれるんだけど、うん、あ、そうなんだ。そうそうそう、火が通ってれば食べれるから。あ、そっかそっかそっか。みかんの缶詰とかめっちゃ食べちゃう。あー、いいね、美味しい。フルーツポンチみたいな。あー、そう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 大好き。確かに、いいね。夏はね、美味しいフルーツが食べたくなる。桃いいね。今年桃系のなんかカフェで出てるやん。あー、あるね。美味しい。確かに。食べれないからね。味を想像して楽しみたいと思います。ありがとうございました。ありがとうございます。番組への感想などはこちらのメールアドレスに送ってくださいね。お願いします。そしてボードゲームの情報は毎週木曜日にチップ&ダイスのサイトにてご紹介されています。そちらから実際にボードゲームもご購入いただけますので、ぜひぜひチェックしてみてくださいね。お願いします。チップ&ダイスのサイトで購入いただきますと、チップ&ダイスポイントというものがもらえまして、はい、そのポイントでグッズ交換ができます、うんうん、ので、詳細はチップ&ダイスの公式サイトをご覧ください。ということで、皆様からのお便りお待ちしております。お願いします。本日は高校堂へお越しいただきましてありがとうございました。またのご来店をお待ちしております。 Go!